っちまったね。やっちまった。完全なるぎっくり腰です。今日ぎっくり腰とともにお届けしたいと思います。参りましょう。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは。南海キャンディーズ山里亮太でございます。いやー、今不毛な議論って言った時にピキッてなったから、まあ、感覚的に言うと、まあ、そんなにねすごいもんじゃないって言われちゃうかもしれないけど、あのスラムダンクで山王戦で、あの桜木花道がルーズボールを追っかけてって、あの審判のね、あの方に、審判というか得点とかする方に机にガンとかなんかシャーンって言っちゃうのよ。でその後大丈夫で立ち上がった後にグヒってなってね、もう先生目に関わるって痛みが来る時のあの感じにいたのが今の不毛な議論っていうね。あ、ネタバレしたな完全に。そうです、ね、スラムダンクまだね読んでない方映画見てない方なるほど、結構な大事な、まあでも分かりませんからね、その映画、そのシーンがどうなるか、うん、まあ、その後はもうね、あの急に出てきた松木安太郎がね、うん、そうバンテリンを塗りたくるってとこまでは、まあ込みですから、バンテリン塗りたくって、あのね、みんな魚住から出てけって言われるっていうところでっていうお話ですから、これあの嘘を散りばめたんでどこが本当かこれでも分かりません、ということで見事に、ね、逃げ切りましたけども、いやっちまったよ。でもさ、ぎっくり腰やったんですなんて話今日みんなしたらさ、俺はここが悪い、俺はここが悪いのね、出し合いじゃない、もうこの前この変な咳が出たとかさ、打ち合わせしてみんな、いや本当に昔でもよく言ってたじゃん、なんかおじさんたちって病気の話ばっかしてるねって言ってたけど、ちゃんとおじさんたちになったのね。子供の頃思ってたのなんでそんな病気の話ばっかしてんのっていう、変な咳が出た。もうさ、一番悲しいのはさ、多分うちらの中で、まあ、そうか、田中くんとかを置いては、だから、最年少になるか、セパちゃんが。な、かね？あ、そうか、30代のセパちゃんが、あの、飲み込む力が弱くなって、あの、ご飯がすっごい、で、むせ方も、なんかさ、若い時の難しさだってさ、えへへへとかだったじゃない。もう今日、先輩ちゃんがさ、ご飯食べた時の難しさだってさ、はぁーってずっと言って、なんかね、ひょっとしたらなんか、AB 同時押してなんか食べてるみたいな、はぁーっていうね、してたからさ、でもそんなね、みんなでね、心配しちゃって、大丈夫大丈夫って言って、でもう、あの、みんな、これ、これやばいやつじゃないのって言ったら先輩ちゃんが大丈夫ですと思ったよ、飲む力が弱くなってるって話してた時に、いやうちらもやっぱ重ねてんねって。あれ一番最悪かってことだから、大友くんはいくつだっけ今。もうないでしょ、なんかその飲み込めないとかぎっくり腰とか。大友ないよね、それは若いもんね。そんな話してだなと思って、そのぎっくり腰がさ、もう久しぶりよ。でもそういうこと、え、だから22ライブの時もやったじゃん俺。あのその時はあの久保田とかね、トロサーモンとかネゴ、ダイヤもいたのかが楽しすぎて笑ってる最中にピキってなったっていう夢のような大晦日、大晦日30日、そう、それで30日それで行って、そうよ、30日それで行って、朝の生放送があるからって景気満開生放送、そうコールセット前で行って、本当にもう動けない状態で行って、確かその時じゃなかったかな、フワちゃんが石破さんに変なちょっかい出して怒られたの、わかりましたね、うん、あと寿司三昧の社長が来て、どんだけ分かりやすく振っても寿司三昧って言ってくれなかった時じゃなかったかな。こっちとらさ、ぎっくりで腰が痛い中で、社長が全然寿司三昧って言ってくれなかった時期じゃないかな、確か。そう。めちゃくちゃ丁寧に振ったんだよ、あの時も。うん、社長でも、じゃあそろそろ、いただけますかみたいなこと言って。
社長ちょっとねじゃあ参加者の方いただけますかって言ったらはいっつって、うん、お寿司というものはって始まった時に本当に皆さんに喜んでいただくため我々頑張っておりますありがとうございますって言ってあれって言って、うん、でその後にあまだこれ行かないなねえそんな美味しいお寿司を提供するのはってもう綺麗振ったらはい我々の努力でございますあそうその努力の集結した場所といえばそれは皆様ぜひお越しいただければわかると思います一体どこにはいお店にって全然でもずっと横であの右腕みたいな人がその社長の背中をトン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 しててスイッチ探してたと思うなるほど、うん、なそうねえずっとトン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 探しててもういよいよギリギリ CM 間に合わないじゃあ CM 明け行こうもんだって CM 一回入ってで CM 入った時にいやー社長って言ったら寿司玉いって言ったからすぐ言っCM 中で社長ってその本番でっていうのやっててね、うん、それを見てねあのフワちゃんがかわいいって赤ちゃんみたいって言ってる時が確かその時以来かな、うん、前かなその後もやってるっけな、うん、確かぎっくりはでいつ デビューだったかなって考えた時にぎっくりデビューがねあれなんですよねあのガチンコの時なんですよ私はいTBS でやってました前のコンビ足柄エンペラーってコンビでねガチンコ漫才道ってもうガチンコってもう本当に TBS も超人気番組ヤンキーをねなんかボクサーにしたりとかあのヤンキーを大学生にしたりとか、うん、ヤンキーをラーメン屋さんにしたりとかそうそうそうその中に急に芸人頑張る企画が入っちゃって芸人を頑張らせるっていうねガチンコ漫才道っていう本当に数字的にはすっごい悪かったんですよね漫才道の企画がやっぱ他がすっごいパワーあったからそうそうそう大変でしたからねその巨人師匠のもとねうちらは漫才のね修行するってやつで本当あの時期はね嫌でね街中いたらヤンキーに絡まれるしそうだから本当にそのヤンキーがやるそのボクサーのやつとか大剣とかそういうのの流れで見てる人がやっぱり漫才道始まると退屈だったのかその怒りは全部ね俺たちにぶつけてくるんだよマジで、うん、お前らの企画つまんねえんだよで蹴られたやつね街中で、うん、あの人たちも今ろくな人生歩んでないと思うけどすげえ嫌だったもんそういうので、うん、図星だったし、うんまあ、確かにね本当にただただネタ見せだけしてる時とかあったからねただただネタ見せしてるだけだったはずなのにオンエア見たら激動の瞬間があって書かれてたからびっくりしてナレーションも本当にナレーションで何とでもなるんだなって思ったもん、まあ、これ褒め言葉としてね思ったもん。そう。で、そのガチンコ漫才道で、その足柄エンペラーってことでね、こう戦っていくわけですよ。で、その時に、覚えてる、あのね、なんか即興漫才みたいなね、回だったのよ。即興で、なんかこう、パネルに、なんかこう、25マスぐらいのパネルに、それをこう、じゃあ何番と何番と選んで、ペロンってめくられて、そこに書いてあるお題で即興の漫才しなきゃいけないっていうか、その単語を漫才の中に入れなきゃいけないっていう審査だったの。で、その審査に向かって、それはちょっと TBS のスタジオで、その審査があると、その時まだ言ったのが、うちとレギュラーさんとかね、天心さんとか、ハバハバっていうね、もう解散しちゃったけど、あとは、すごい先輩のヤンキーだった人なんだよな、チャイルド、なんだっけな、まあ、途中がなんとかドラゴンに変わった方なんだけど、その方とやってて、で、その、会の朝、もう、当時なんかもう、タクシーなんか乗り慣れてなくてさ、でタクシーでまずこう TBS まで行くってのに浮かれてて、で、しかもそのタクシーさんが、ドアを外出て開けてくれるタイプで、なんかすげえな、やっぱ TBS とか出ると、もうドア開けてくれるタクシー乗って俺、テレビ局今から入るんだと思って、開けてもらった時に、一番かっこよくないかなと思って、さっそうと飛び出そうと思って、さってやった時にバキってなって、え、何これってなって。で、全く動けなくなって、あーっつって。何で、なったことなかったから、これがぎっくり腰かと思って。で、そっからはマジでほんと、もう90度ぐらいに腰曲げて、で、ちょこ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 っていう。ほんと、テトリスの最初ぐらい。
形と駒の動くスピードてん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 たったったってあのちょうど4マス5マスぐらいのあいつぐらいの感じで入ってって、で楽屋入ったらそのどうしたお前みたいになって、いやすいません腰がなんかバキって言ってって言った時に、俺忘れもしないんだけど結構全員がなんかそのボケじゃない時にニヤってしたんでね、はいこれで終わったみたいな、そう一枠消えたなって、なんかあ誰も心配してないし、まあそりゃそうかと思って、俺が逆でもめちゃくちゃニヤッとするしと思って、でなんかでもスタッフさんがコルセットがつけるってギュンギュンに巻いて、でも今見たらやっぱすっごい歩き方も変なのよ、全然横も向けないし、でまあそれでなんとか勝ち進んだんだけど、でも終わった後に全く動いがあって、でどうするってなって、もうちょっと家帰っても一人だし何もできないです、これ服も着替えるの無理なんでつって、でタクシー呼んでくださって、じゃあもう実家帰ったらってなって、そう初めて、その赤坂、東京赤坂から千葉までタクシーで行ったのを、その時は第デビュー戦、そのぎっくり腰のスピンで、もうタクシーの振動も痛いじゃないのって、でもさそれも忘れるぐらい、そのディズニーランドを超えたぐらいのあのメーターの金額の高さ、うわこれどうするの、出してくれるって言ってたけど大丈夫かなみたいな、そうで帰って、家宝のうちは本当にずっとね、なんかこういろんな冷たいもの塗ってくれて、そうやったの覚えてる、そっから癖づくよなんて、お医者さん次の日行ったお医者さんに言われたけど、そっから結構間空いてたんだけど、次になったのが初めて後輩芸人と住む日の初日だったね、うん、次になったのが、それはね何年だ、2000、もう結構2000、もう東京東中野で2軒目の家住んでた時だから多分2009とかぐらいかな、にもっとかな、まあその後輩っていうのは GAG が宮戸なんだけど、宮戸は東京に進出してくるけどまだ家がない時に、そう思い出した、に住む家がないんですって言うから、じゃあ一緒に住もうかっつって、で住む初日に俺がくしゃみをしたらぎっくり腰になって、そう1週間宮戸は東京に来てずっと俺の腰にバンテリンを塗るっていう、2014か、そうだ2014なった、そうでずっとバンテリン塗って、で俺が仕事先をもらってきて高いゼリーを食べていいよって言っての、でほんとそんな二人暮らしの中で、で宮戸は俺ん家に住む前にノンスターの井上の家に住んだ1週間で、ノンスターの井上の家に住んだ1週間がどんだけ華やかだったかをずっと俺にバンテリオンに言ってるね、家でパーティーしてすごいなんかこうセクシーな方が来たりとかしてたみたいなこと言ってね、その時だっけ窓開けて警察が来た、その時違う、また別の話か、窓開けて、まあまあその話はバンじゃないですか、そっか、これはね、耐えさせちゃいけないって思うからね、いやでそうよ、だからでその後がだから今度はさらばの、さらばの時か、そうそう、さらばの単独ライブにゲスト出演する時にそうなったんだよ、イタリア人かなんかやる、そうイタリア人をオープニングアクトでやるっていうね、さらばのコントで、ありましたね、そうよ、でそれもなんかいろいろ台本変えてもらったんだよね、なんか確か、そうそう、風俗待ち合い所みたいなネタで結構俺が動かなきゃいけなかったやつを なんかこうあんま動かなくてよくしてくれたとか、そんなのがあって、でもほんとそれ以来で今日よ、もう本当にもうね、今日はもう家出てタクシーが迎えに来てくれて、乗り込む瞬間、またタクシー、またタクシーに乗り込む、全く前触れなくタクシー乗り込んだしたらパキッて、うわ、え、嘘でしょ、なんでと、で行ったらもうまた手取りすんなって、トコ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 って、なんであんたやばいこれっつって、でもうちょっと皆さんすみませんと、来る時にぎっくり腰になりましたって言って、今日だからずっとね結構ずっと座ってやってたんだよ、本当は動きがあったんだけど、デイデイの最中もずっとそうなのよ、だから本当に、で今も
なんか、で、そのデイデイが終わって、でも、デイデイ終わってすぐに、ちょっとこう、ゴッドハンドみたいな人が、そう、いるから、その人にちょっと連絡させてもらって、やってしまいました。その人いないけど、お弟子さんがいるっつって、で、そのところに行って、ちょっとやってもらって、少し歩けるようになって。で、歩けるようになって家帰って、で、ちょっともう、ネットでどういう姿勢がいいかって言って、なってて、そしたら横向きで、言ったらなんか、絵的に言うと、スト2でサガットのシーンで後ろにいる仏像みたいな、あの動きがいいっていうのが書いて、あの動きで大吉のがいいって言うから、やってたら、その動きで、ずーっと待機したらむっちゃくちゃまた痛くなって、で見たら同じ動きでずーっといるのも良くないって、ちょ待ってよと、適度に歩いてが必要らしいみたいになって、うわちょっと待ってよと思って、でまた痛くなって、でこれもうどうしようと思って、したらその知り合いの人が針がいいと、いい針を打ってくれる人がすごい、なんかこの人もレジェンド針師みたいな人がいると、本当ですかって。で、そこ、ちょっと連絡したら、たまたま、今行けますよ、みたいなんで。で、今日行ってきてさ、針。こう、で、腰に、任せてください、みたいな。で、こう、腰にトンと打つわけよ。で、打って、でも背中、いろんなとこ打ってさ、もう結構なんか、すごい感覚、やったことあります？お母さん、針。針ってなんかね、刺さったところで、じわーつーんってなんかこう、重くなる感じ。でもなんか効いてるな、みたいな。で、しかもその針をやって、その針の先っぽを燃やすっていう技があって、で、針から直で熱が入ってきて、なんか、そう。で、なって背中終わって、で、じゃあちょっと今度じゃあ仰向けになってくださいって言って、あ、そっか、表も裏もやるんだって、まずっとわーっとって、そう。もうすごいよ、耳の裏とか、なんか全部神経って繋がってるって言うじゃない？だから、意外なところ、ここが実はここ腰に効くとかってあるのとか、そういうやつなのかなと思って、バーってやってて、で、やってもらってて、で、こう、動いても、あ、確かに痛み減ってる、すごいな、これ、ゴッドとかって。で、なって。で、ありがとうございます、なってって。最後、表になった時の、こことこことここの針、あったんですけど、サービスです。あ、針でサービスってあるんだって。ありがとうございます。おかげでなんかよくないですか。サービスの針はですね、これ、ダイエットの針で、今日の夜食欲なくなりますからって言われて、俺別にダイエットしたいって言ってないんだけど、その食欲なくなるっていうツボを刺してくれたので、これが何がすごいって、俺ね、俺マジで食欲いかなくて、そうすごくない、その針で、なんかでもお薬飲まなきゃだし、だからさっき山芋シャクシャク食べてさ、でもそれでも食欲、いつもだったらねがっつり食べるんだけど、そのサービスツボのせいおかげで、そうすごいな、で今に至るんだけど、ただやっぱりその完全治癒ではないわけ、さっきのみたいに大きい声出したけどピキッてするし、あと体勢もやっぱずっと同じ体勢ってやっぱ危ないらしい、そうで今日お医者さんにもね聞いたの、言われたのが今日この後はもうお休みですかつって、基本的にぎっくり腰っていうのは即効性で治るまでないですと、もうただただ安静だけなんですと、ゆっくり横になって休める時間今日ありますか、お仕事はありますって言ったら、今日深夜にってなって、いやそれ何時からですか、1時から3時までですって、えそうですか、まあちょっとね、できればね安静してほしいんですけどねみたいなこと言って、でじゃあ同じ体勢でずっととかっていうのは、でもこれラジオなんかさ同じ体勢ずっとじゃん、だから もしかしたらよ、今日もギブアップというか、もうごめん痛すぎるってなったら体勢変えると思うよね、まあそうですよね、で全然ありますよね、横になるその中行ったらサガットステージみたいに、うん、だから小川さんがサガットステージいるみたいな状態になるかもしれない、小川さんの裏に今長ベンチがあるから、そこで横になってやる場合もあるし、あとやっぱねお水をたくさん飲んだ方がいいってことで、でお水すっごい飲んで、俺も 1.9 リットルぐらい飲んでるの、でそうなると尿が出るじゃない、でこれまた
その腰が痛い時にマッサージとか針とかやってもらったとか、やっぱこうなんか代謝良くなるから、こう飲んで、でおしっこは我慢してくださいと、絶対我慢しないでくださいって、しないで、うん、そうだから我慢してくださいって、だからこれはもう 1.9 この時点で飲んだから行くかもしれないと。ただね、これ言っても不満げやった時トイレ行く機会は何回もあったんです。その時と勝手が違うんだよ。確かに。だからスピードがテトリスの一面なのよ俺。だったなの。だからトイレ行くってなったら間に合わない場合があるかもしれない今日。その場合をどうするかは今日話し合わなきゃなって思ってたのを、ちょっとみんなとゴシップ喋ってたら忘れちゃって。なるほど。今日そんなことがあるかもしれない。かもしれない。だからもし俺がトイレに行って戻ってこなかったらの対策をしとこう。としとこうってもう始まってますけどね、うん、だからそれはもう、まあ、まあね、まあこれでね、メンツもいるから、うん、でも一番だからね、おじさんって焦ってさ、このおじさんたちが、あ、じゃ山ちゃん間に合うから俺行くなって走ってきて、また腰バキってやっちゃった。大友くんがだから、なるほど、一番若いから大友くんが最悪、うん、あの悪、俺がもし戻ってこなかったらね、ここについて、はい、まあ、エピソードトーク か、うん、長歌、長歌、なるほど、何か得意な曲をね、なるほど、披露していただいた。じゃあ曲かけろよっていう話なんだけどもしもの時は、まあでもそうならないよね、もちろん気をつけながらやりますけど、はい、そうです、ね、だから本当にもう、気をつけて今日やりますけどもね、あとね、さっきちらっと出てきたそのイタリア人よ、そう、イタリア人の話もあってさ、イタリア人の話もあってさって入り口もおかしいけど、北海道行ってました私、140でもう楽しくて、ね、それで140北海道公演、もうね、1年ぶりで、ありがたかったように北海道共催ホールが満員御礼で、もう本当にありがたい。でしかも北海道はね、リスナーも結構多いじゃない、だから淡田駅とかニューヨークニャンチュースとかもね来てたみたいだし、うん、それ以外もたくさんリスナーも来てくれてて、でまあ本当に楽しく盛り上がったライブがあって、でもうその後もうライブやって、でどうしても行きたいジンギスカン屋さんがあったんだけど、そこの打ち上げで、そこが10時からしか入れないってなって、でもライブが終わるのが7時ぐらいだったから、ちょっと時間が空くということで、でこれベストはすすきのという町なんでね、いろいろ飲み屋さんがあるんですが、でもジンギスカンにベストの腹を持っていこうと思って、そうなったらちょっともう一番いいのはサウナだなと最近ハマってる。でニコーリフレっていうね、今札幌では結構こうサウナの聖地的なとこがあって、そこに一人で行きまして、でもうちょっとこう何セットも何セットもやって、でそれにもあっという間に2時間半ぐらい過ごして、でそしたらもう出る時にまたそのライブ来てたっていうリスナーがいて、そうそうそう、あ、じゃあ一緒にサウナで汗流して、でもう食べてさしてた時に、でこの移動中にね、すごいSNS のトレンドが、うん、トップのところに信じられない単語があった、うん、それがイタリア人がトップに来た、うんうん、なんかイタリアの人誰か悪いことしたのかなとか思ったら、どうやらイタリア人だ俺の、うんうん、なんでと思ったら、ミュージックデイって言ってるすっごい音楽番組の中で森本慎太郎くんがイタリア人をやったらしいの、すごっ、ひっそりで、それがめちゃくちゃトレンドで、いや受けてはいなかったんじゃない、なんかやってるなって思うけど、気づく人は気づくで、 SNS でイタリア人イタリア人イタリア人ってやって、で俺の方にも SNS でイタリア人見ましたって言われるから、もうほんとやめてくれと、封印してる俺のイタリア人で、でトレンド上位になって、すごいねって、森本慎太郎の力ってのは、イタリア人がトレンド上がることがなかったんだから、今までってどんだけうちらがね、イタリア人でいろんなことやっても、このラジオでイタリア人をねネタやってもね、SNS 流してもなかったのに、それイタリア人森本慎太郎がやったらなるっていう、
それをなんかこうみんなでこうさっきセパチャでしたら、本当にいろいろ言ったらしいんやったけど結局やっぱ森本さんがやったらトレンドになるんですねっていう、なかなかこうちょっと心にズサッとこう横になりながらもいけるという状況になりました。ありがたいことでございます。すいません、ぎっくり腰なもんでね、私もなんかでリスナーの結構ぎっくり腰話が、愛媛県ラジオネーム、トモとスムージーと嘘と胃袋。ボスこんばんは。僕は高3でぎっくりデビューしました。朝靴下を履いてるとピキッとなってしまいました。その日は大事な模試だったので、早すぎるデビューにショックを受けつつ、コルセット前で学校に行ったのを覚えてます。お大事になさってくださいね。いや、そうなの。絶望すんのよ。そうね、若くてもあんだね。大阪府ラジオネーム、フランシスコザビール。ボスがぎっくり腰とのことですが、僕も今朝、お目物を持った時に背中ぎっくりをやってしまいました。くしゃみをする時にピキッと痛みが走るために、そう、煮え切れないくしゃみしか出て、そう、このくしゃみ咳が難しいなんですよ、これも。あの、もう、豪快にくしゃみすると、もう、大爆発を起こすっていう怖さ。鼻がずっとムズムズしてる、わかるわ、ボスの腰が速くなることを祈っております。我らの体にグルコサミンとコンドロイチンが共にあらんことをグラッツェっていうね。ありがたい、ノルウェーバックもだ。ずっとチングリ返しの体勢がきついと思うので、無理せず四つん這いになったり体勢を変えてたりして大事にしてください。まあ本当にいいアドバイスだけど、なんでかもう深夜のとエロく聞こえちゃうってね。ぎっくりも、またぎっくりもね、ぎっくり俺はぎっくり腰、つまりさっき言ったみたいに、あのぎっくりせなかったもんでね、ぎっくり首もあんねんね。首も起きてるね。そう。いろいろあるということで、皆さん本当お体お気をつけくださいませ。ね。じじいがお送りしておりますけど。そう。ね。ありがたいことなんですけどもね。あとそう。まあ、ぎっくりはね、今のところ大丈夫ですか、ご安心していただければ。で、あとね、もう本当に、もう元気だった頃って思い出しちゃうわ、なんかもう。このいろんなね、お伝えしなきゃと思うのがあって。で、一番最近で言うと、この前も先週も言ってた、はい、あざとくて何があるよね、はいはい、IKKOさんが来るって言ったっけ、はいはい、言ってなかったっけ、あ、打ち合わせで言ってたっけ かな、あ、そっかそっか、まだあざとくてに来ることはまだだって言っちゃいけない時期だからね。うん。うん、大丈夫なんですね。まあ、今日も多分、でももう大丈夫だと思う。まあそうですね。はい。IKKOさんがね、番組しながら楽しみだな、なんつって、そう来てくれて、IKKOさんが、で、あざといって何やるんだって、番組の特性と IKKO さんの相性ってどうなんだろうと思って。うんうんうん、あざといとか、ってあるかなみたいな感じで言ったら。うんうん、でも、めちゃくちゃ IKKO さんって優しいじゃない、昔から。ね、本当に、うん。別荘にさ、何匹蛇を払っても怒らなかったし。そうですね。うん。すごい優しい人、IKKO さん。で、俺はもう昔から好きで IKKO さんが。で、なんか、あざとくて、でも、田中、南さんと、平中ちゃんと、どんな話すんだろうと思って。で、あざといについて、何話すんだろうと思って、で、もう、ワクワクして、で、その日収録ね、俺たちが先に待ってて、スタジオで、そしたら、IKKOさんがね、すっごい、ド派手な格好できたら、もう、アイドルだ。フリフリのスカート。いつも以上にってことですね。そう。で、なんかね、フリフリのスカートぐらいも、森高千里さんの17歳ってあったじゃない？ありますね。ちょっとデカめのスカートとか。そう。はい、あの感じ。へぇ足切りだからね、IKKOさん。そうですね。ね。うん、で、スラーっとして、そこはもう、でも結構ミニめなやつで、でもふわーっとした、その、なんていうの、フレアっていうの、すっごいふわふわのミニスカートで、もう本当に綺麗なショッキングピンクなんか、ね、感じで。で、来てさ、で、入ってきた瞬間、入って2秒でもうどんだけだった。もういきなり。もうやっぱさ、もう、あ、もうロケットスタートで、どんだけって言って、いや、もういきなり出ましたねって言って、もう、これ大サービスじゃないですか、いかほどって。もうすぐ。すぐ。で、そっから、もう、いや、IKKOさん、今日ちょっとね、結構、あざとお話ししていただくことになりますけども、できますかつって、で、やめてよ、そんなできますかなんて、そんな私、信じてくれないんだって、もう背負い投げって、フルコースだなって。で、背負い投げって、ちょっとって言って目が合った瞬間、もうすっからけっち使ってたから、オープニングで。もうすごいのよ。うん、フルコース。うん、またその後一切出てこなかったけど。ペース配分よと思って。一
切。ねえ、まあ俺はあと、一個さん好きなのは、すっからけっちっていうのがね、はい、ちゃんと意味があったっていうね、伝説のね、はい、韓国語で、これはスプーンですかって言ってた。これはスプーンですかって叫んで、せっこさんね。いや、結構楽しかったですけどもね、また素晴らしいところだったな、とに。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。TBS ラジオジャンク、この時間は小学館ほか各社の提供でお送りします。今度のゴルゴ13は14歳の美少女が主人公、 G の遺伝子少女ファネット、コミックス発売中。ゴルゴ13の娘と噂されるライフル射撃の天才ファネットの活躍が完全新作スピンオフで楽しめる小学館。TBS ラジオ公演ブロードウェイミュージカル Once ダブリンの街角で in コンサート。アイルランドダブリンの街角で出会ったストリートミュージシャンの男性とピアノを愛するチェコ移民の女性が音楽を通して互いに惹かれ合っていく姿を描いたラブストーリー。トニー賞8部門を受賞した大ヒットブロードウェイミュージカル Once ダブリンの街角で、13公演限定コンサートバージョンの初来日公演が決定しました。どうぞご期待ください。8月4日から13日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式ホームページをご覧ください。ラジコもポッドキャストも TBS ラジオ。あなたの選んだのは何色だ何って、やだちょっとどんだけからの背負い投げ、どんだけ、おやすみパトラッシュって幻幻羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹ってもういかほどいかほど。オブザピープル、バイザピープル、フォーザもうやだピープルピープルピープル、超礼超礼。昔昔あるところにスーカーケッチスーカーケッチ。何があったんだよ、あるところに何なんですかケッチって。TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎2023、日本トップレベルのプロオーケストラが揃い踏みで名曲を披露。ジャズ、バレエ、お子様向けのピアノ公演など、バラエティ豊かな全19公演。合言葉は、お待ちどうサマーです。フェスタサマーミューザ川崎2023は、ミューザ川崎シンフォニーホールを中心に、7月22日から8月11日まで開催。チケット好評販売中。お問い合わせは、044-520-0200。ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンターまで。それでは問題です。ラジコが聞けるのはラジスマ。FM 放送が聞けるのはラジスマ。ラジコと FM が切り替えられるのはラジスマ。電話をかけられるのはラジスマ。災害時に役立つのはラジスマ。移動中でもラジオを聞けるのはラジスマ。建物の中でも聞こえやすいのはラジスマ。ラジオとスマホが合体。ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。水曜ジャンク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 、山里亮太の不毛な議論。さあ、TBS ラジオからお送りしております。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございます。ねえ、でも、一行さんがあざとくて何があるの来てくれて、まあ、盛り上がったんですよ、めちゃくちゃ。でも、その、多分一行さんが全部最初出し切っときたかったのかな。そっからこうガチでいろいろ語りたいから。もう結構、過去の恋愛の話とかもね、ガチで喋ってるし。でも、のっけからもうなんか美容の話からスタートして、まあ、田中みな実さんもね、今美容といえばみたいなとか、それなんか美容トークみたいな話で。で、そっから恋愛の話とかしてて、なんか、過去の恋愛とかで。で、なんか、急にこう、みな実様が、なんか、私たちって似てますよねみたいな。一光さんと。で、似てるって言ったら、一光さんってほら、すごいなんか、謙虚な人じゃない、で、みなみさんが似てるって問題して、いや、そんなね、お美しいあなたと、なんかね、私たちなんかね、ってこっちに来たの、
あ、だから IKKO さん、そっかと思って、俺もそう、この前仲間だなと思って、IKKO さんね、そうですね、でも私たちのモンスターはね、って言ったら、空違ったみたいで、モンスターって言ってました。モンスター。それ納得したけど、モンスター。分からないけどって言ってました。まあその後楽しかったんで、ね、ぜひ見ていただけたらと思いますけど、本当にもう、面白人間ばっかりですから。で、それで言うともう面白人間の極みとこの前ロケしてきて、はい、ロバートの秋山さんとね、二、はいはい、人でロケしてきて、土曜はないですんでね、僕はもう、危なかった、正直。僕がドライブして、秋山さんが来た場所に行くっていう。皆さんがもう隣でずーっと、ずーっと面白いから、もう、秋山さんって。もうだって、キャラクターのね、いっぱい、クリエイターズファイルの話になった時に、何人も横で急にスイッチやってやってくれるからさ。そう、まあそれも泣く泣くね、オンエア上は勝ってたけども、ずーっと面白いし、ずーっとわけわかんない歌歌ってるし、で、わけわかんない歌ちょっと、オリジナルじゃないやつをって言ったら、秋山さんって、カラオケメロディーが歌いたい人なんですよ。うんうんうん、だずっと、だから山ちゃんだから、ボーカルやってって、で、俺メロディー歌うからって言って、うん、不思議と、このボーカルやってると、メロディーって、まあ言ったらね、ボーカルのためのもんのはずなのに、あの人の表現力でメロディーが主人公を超えていくの。で、その瞬間に、めちゃくちゃボーカルつまんなくなるんだよ。その魔のカラオケをずっと車で、3、40分やってたんですけど、オンエアほとんどされてなかったですけども。いや、楽しかったですね。だから、秋山さんとかも。本当に。秋山さん、本当にこの前、別の時に、それこそスタジオで見てた、石田、ノンスタライ石田と喋ってたけど、秋山さんって、結構こう、芸人界の中でも、絶望させる人の一人だなって話になって。やっぱこう、自分が、同じフィールドがコント、しとしてコントで戦わなきゃいけない。で、秋山さん見たら、多分やめちゃうかもしんないってぐらいの才能だなって話になって、確かにな、俺も、ベース俺も、石田も漫才だし、だから、確かにそれはあるなと思うけど、本当だから、秋山さんと秋山さん3人でロケするときとか、やっぱもう、結構危険だもんね、なんか。ちょっと気を抜くと、なんかやめたくなるというか、思わず。もうこんな化け物に、なんかもう突っ込むっていうポジションでやっとこう、なんか意識保ってるけど、やっぱ秋山さんとかまた全然違うんです。秋山さんの、あのボケの生み出し続ける感じとか、秋山さんと友近の台本一切なく、やる感じとかは本当に、そのなんか、ルーツみたいなのを聞きたかったんだけど、あの人ボケ続けて結局それを教えてくれないっていうかね。いやー、なんか、かっこいいよね。なんか、ああいう秋山さんとかの。なんか、いろいろなんかこう、だが情熱はあるもあってか、お笑いのことをね、もう今一度考える機会最近多くて。で、それで、だが情熱あるのね、言ったら、タイニャー二人ってね、僕と若ちゃんの、ね、ユニットの話だったんだけど、それの、まあ、ね、プロデューサーである、あじまさん、とこの前、オンラインのね、はい、配信のバーカメラってやってるんだけど、それで、話したんだけど、やっぱ、俺って、ややこしかったみたいね。あじまさん曰く。やっぱその、ラジオでね、もうほんと足りない二人チームで距離取るみたいな。あれってやっぱ腹立ったのかなって聞いたら、めちゃくちゃ腹立ってたって言って。やっぱそうです、ね。そう、でも腹立ってたけど、うん、でも、そういうこと言っちゃうから足りないっていうところを愛したんだったって思い出して、で、これは武器になると思って、だからその、腹立って終わるんじゃなくて、あ、これ武器になって使えるなと思って、怒りを抑えてたっていう話してて。で、そういうのが多々あったと、俺には。なんか、その、二人で打ち合わせしてても、なんかこう、若ちゃんがバーっていろいろ言った時には、なんかすっごい納得してる、面してるのに、帰った後に、若々しくなくないですかみたいなこと言って、そうだねって言うまで、ずっと目見てくるあたりとか、すっごいなんか、嫌だったっつって。うん。でも、それも、でもこれが足りない二人なんだと思うと、なんかすごいなんか愛おしく見えてって言うけど、まあなんか、すごい、それなんか、ああ、そうか、あじまさんすげえなーと思ったけど、でもなんか、
帰り道で思ったんだけど、うん、あ、安島さんめっちゃ俺のこと怒ってたんだと思って、すげえ嫌になっちゃった急に。いや、安島です。なんか安島さんさっき俺のことすげえ怒ってたっていうの、あれってどうかと思いますよって言って、距離取ろうかなみたいな空気になっちゃった。危なかったよ、もう。すぐ取るから、俺。いや、うん。そう、でも、その安島さんがね、はい、言うわけよ。ね、はい、まあ今言ってもね、だが情熱あるってドラマで、ね、もうオードリー、南海キャンディーズ、ね、うん、もうやっぱドラマ見た人たちはやっぱすごい熱量で見てるから、ね、結構ダマでね、打ち合わせでも言ってなかったら急にね、単独ライブやんなよ、みたいな。お言ってきてさ。おバカかと思って。こう、あるじゃん、タイミングがって。ね、もうそこで今のあの流れで結構いい話だったのに、断れないじゃん、つって。で、それの単語を出すと、うちの相方が興奮しちゃうと、今。もう、うちの相方は、ネタ書かない芸人の方だから、ネタ書かない芸人さんの方は、あの、この、単独ライブの、やるやらないって発言やっぱね、すごいやっぱ、言いづらいんだって。ああ、そう。そう。だって、さ、やろうっていうことは、そうだよ、ね。だから、やるから帰ってきてねっていう。そう。で、それぐらいしたってことは、帰ってきた後は完璧にやりますっていうその宣言になっちゃうから、意外とハードル高いはずある。だから、自分の口から言えないけど、もごもご最近してんなと思ったけど、多分、安島さんがそれ言って、そう。で、その、多分、まあ、ベストなのよ。今、正直。あの、どこの現場行っても、まあ、足がレンペルじゃない、足がレンペルじゃない、南海キャンディーズで漫才やったらみんなお客さんすっごい、湧いてくれるから、うん。絶対今だと思うんだよね。そうですね。ね、うん、テンション的に、ね。そう。でもなぁ、怖いなぁと思ってね、やっぱ。そうよ。でもまあ、でも、正直、相方も絶対やりたいって言ってるし、うん、まあ、ね、だから情熱あるを見て、それ見たいっていう人もそうだけど、だから情熱あるを見て、うん、やりたいって思った気持ちもあるんだよ。やっぱ、漫才してて、そのすごい、自分のことをすごい、なんか、森本慎太郎くんと富田さんがやってくれるから、ちょっと客観視できたとかあるんだよね、少し。そう。で、今までは自分の過去のこう出てる漫才見ると、なんか本当にもうシンプルに天才だなしか思わなかったんだけど、もうなんか、客観視して、あ、南海キャンディーズって、やっぱ、あ、いいんだな、かっこいいんだって。で、漫才やって受けて南海キャンディーズってかっこいいんだって客観してきたから、単独ライブ、やろうね。やりますか。でもね、発表はね、まだしないでって会社が言ってその、叱るべきタイミングでしたいから、まあ、コンビが揃ったりとかしてるときに、した方がいいんじゃないっていうか、まだ、だから、まだまあ、やるよね。やる。ダーリンダーリン、私だけを見つめて、プリリプリトリコにさせたいの。今までの誰よりも大事にして、ここでユカのダーリンダーリンをお聞きください。一度とうとうかけてく、私よりあざといあの子に、大勢の中でどこを歩いても、君はあの子を選ぶでしょう。こっち見るふりしてあの子を目で追ってる、興味ないって言って嘘つきだね、もう知らない、今に見ていてよ。 Come on baby、 ダーリンダーリン、私だけを見つめて、ピリピリとりこにさせたい、
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。さあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論ね。やっぱ絶対さっきの流れで言うタイミングじゃなかったもんね。単独やるやらない問題。うん。まあやるけどね。ああ、そうですか。うん。やんなきゃダメだなと思ったし。あの、ドラマ見てて。ああ、偉いですね。いや、もう、うん。うん。で、やっぱね。じゃあ、ネタどうするんだって話だよね。書かなきゃね。書いてんのよ、実は。ああ、そうですか。そう、石田に言われて。そんなになんか自分に期待しすぎて、うん、その、じっくり山里は練りすぎだと。そう。もうこのスピードで書いたんだから、しょうがない。なんで石田とネタ書けんのって言って教えてくれたのよ。うん、ね。もうすごいスピードで書いて、うん、このスピードで書いたんだから、このクオリティで許してくれよ、みたいな気持ちでやって、で、ネタ合わせして練り上げていく、みたいな。っていうのをね、聞いてから、すごいスピード意識して書いたんだけども、うん、ボケ2個くらいしかなかったんでね。早く書きすぎて。うん。一回上がったんですね。上がったりしてる。とか、なんかやってるよ、何個か書いてるけどね。でも。だいつやれるかってことですよね。まあタイミングもあるからね。まあ、おしずが結構忙しかったりするんで。うん。そことの兼ね合いで、まあ書いてますからね。まあ本当に今、会社のね、まあマネージャーさんは本当に多分今嫌な顔してるんでね。だからその、まだ、あなたねっつって、うん。まだ。あなたって、うん、そうやって自分でやるって言って、うん、決まって、うんで、やることがたくさん重なって、うん、テンパってピリピリするタイプの人間じゃないですか。だから、うん、絶対いい時期に、ね、場所を抑えたりとかして、で、発表もそれにね、順次たのがした方がいいって話しましたよねっていう。なのに、今、その、一番良くないタイミングで言ってると。どうせまたピリつくくせにって。そう。そうね。まあ、140とかもね、控えてるからね、でっかいのが夏。そうですよね、うん、発表されてました、ね。国際フォーラムとかでね、うん、やるんでね。あとはもう本当に、高知もね、オレンジホールっていう、9月2日、はい、1500人ですからね。はい。ちょっと続くわけですね。そう、そういうなんかでっかいところでやるライブが続く時に、お前同時進行で今までできたことあるかっていうのは多分マネージメント側の。ピリピリすんだろ。ピリピリすんだろどうせっつって。なんかすっごい空気出すんだろっていうのが多分今ね、聞こえてくる。なるほど。うん、マネージメントサイドから。ね、言っちゃいましたからね。実際ね、俺ピリピリするかどうかってこと、うん、あ、もしそれが決まったら、はい、あ、それはね、みんな、俺もね、大人よ、結構。まあ、うん。むっちゃする。するんかい。ピンリピリなんだよ。ずっと、カーテンとかこう、ずっとネジネジしてる。ストレス溜まった動物で。これはね、するんだ。でもやんなきゃダメなんだもん。ね。昨年セールスマンの死の斬新な演出で日本の演劇ファンをうならせたショーン・ホームズが豪華俳優陣日本クリエイターと作る2023年版桜の園パルコ劇場開場50周年記念シリーズ桜の園出演原田美恵子、八嶋智人、孫波、安藤玉恵、川島海香、松尾隆、村井邦夫ほかTBS ラジオ公演で8月7日から29日までパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。 TBS ラジオ公演相原智子赤富士絵画展いよいよ開催。画家としても活躍する女優相原智子、代表作赤富士のほかおよそ50点の作品を展示販売します。7月26日から31日まで熊谷市八木橋百貨店で開催。28日からの3日間はトークショーとサイン会も行います。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館他各社の提供でお送りしました。
山里亮太の不毛な議論。藤巻亮太です。僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山梨県山中湖交流プラザキララにて開催します。富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみです。ぜひ会場でお会いしましょう。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2023 10月7日と8日に開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 まで。転校生のラジスマです。見た目の通りスマートフォンですが FM チューナー内蔵です。え、逆に新しくね。ネット回線もパケットも使わずに FM ラジオが聞けるんで、お前は災害時にぴったりだってよく言われます。ラジオとスマホが合体、ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。美容院も行きたい、まつげパーマもしたい、でも結局貴重な自由時間を私はあの二人に費やした。美容はサボってしまったけど、久しぶりにこんなに笑顔にしてもらった。夜鏡に映った私はなんだかいつもより可愛く見えた。7月7日開催、さらば青春の光単独ライブすごろく、配信チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。さらば、昨日までの私。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。さあ、TBS ラジオからお送りしてます。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございます。さあ、明けて今日が7月6日、明日が七夕っていうことなんですね。なのでですね、こう、今年も七夕か、なんてね、こう、ファンシーなこと言ってたら、作家のね、セパちゃん、セパタクローちゃんがこんなこと言ったんですね。山里さん、去年書いた願い事覚えてますかっていう。ね、打ち合わせ室でね、言ってたよね。正直ね、全然覚えてなかったのよ。うん。で、皆さん逆に覚えてると。実は去年の七夕にこんなメールテーマ募集したんですよ。笹に飾れないようなガチの願い事。ガチ。そう、みんなのいろんなガチの願い事を紹介したんですけども、この時山里もガチの願い事を書いたんですって。覚えてない。なので今日はリスナーに教えてもらおうと。本日のメールテーマ、去年の七夕、山里が書いたガチの願い事を教えてと。僕はどんな願い事を書いたのか覚えていることは予想を送ってほしい。こんなこと書いたんじゃないですか。まあ、その時聞いてなかった人もいるだろうし。で、笹に飾れないガチの願い事。そうですよ、ね。結構こんなこと書いたんじゃないと、本音をさらけ出すみたいな感じなのかね。そうでしょうね。ガチですか、うん。で、みんなのこれじゃないですかっていうメールを見て、山里も去年のことを思い出したいということですね。宛先、メールアドレス、fumo@tbs.co.jp、fumo@tbs.co.jp でございます。そして、ふもの議論は、ディールドポイント制、DP 制を導入しております。メールを読めたリスナーには 1DP、MVP には 10DP 贈呈します。DP を貯めると素敵な商品と交換できますので、この機会に初めての方もどしどしメールくださいませ。そして番組ハッシュタグはハッシュタグ不毛954 FUMOU のスペルでございますね。不毛のスペル FUMOU でございます。気軽につぶやいてくださいませね。さあ、ということで待ってます。あ、だから北海道はあれよ、あのもう 200DP 交換したリスナー確か北海道で来てた気がするよ。そう。見た？あ、こっちか。北海道じゃなかったかな。最近ね、あの、ツイッターで見たんでね。スーツ。あ、そうそう。そうそう。なんか、あの、このチームがみんないらないっていう空気がする。めっちゃ買った。そう、めっちゃ買った。いや、ありがたいですよね。そう。ね、ぜひまた感想も待ってますね。そう。あ、そう、あれがだけど、明日ね、やるね。あの、何でした？バカ、バカ、もう、な、流してた、バカ映像。なんかね、明日、やる、はい、テレ系でやるやつでね、はい、あの、久しぶりにも、ももクロの、かなこちゃんと MC、ダブル MC でやって、で、芸人さんの大喜利の答えを、あの、とにかく番組が全力で映像化するっていう。面白そう。そう。
一撃殺バカムービーってやつ、うん、でかなこちゃんとね、MC や初めてか二人で番組やなんて。でも初回はカズレーザーと西田さん、我々の西田さんと、あと、あ、三四郎小宮君、そう、豪華の大喜利の答えをもう金と時間かけて映像化する。これほんとバカバカしくて面白いんだけど、でその時に僕らはそのバカバカしさ全肯定派、大喜利答える人はいや何やってんだよって突っ込みされたんだけど、やっぱこういう設定の全肯定ってコント的な能力必要じゃないですか。言ったら脱力タイムズみたいな、まあっていう中での桃田かな子の頼りがいのあることにびっくりした。めちゃくちゃ、だって台本全く関係ないところでアドリブでその世界観の中でコントできるって、いや成長したなってちょっと感動した。え、リコーダーをアナルに刺して思いっきりヘをこいたらファの音が出ました。2時です。まずいよ、まずいよ、まとなりのことまずい。今さ、ね、共に昔ね戦った仲間と再び会ってね、そう、もう着地寸前だったんです。かなこちゃんすごかったって、まずいよ、まとなりのことね、いや、でも、すごかった。っていうのあって、でも、あと番組自体もすっごい面白かった。ね、面白いですね。で、面白いじゃない、そのなんか、設定が、うんうん。本当に、2週やるんだけど、本当に全力でバカなことやってるから、すごい笑えるんだけど、いや、面白いなと思って。で、そのなんか、演出の方がなんか、こう、挨拶に来てくれって。うんうん、まあ、これ制作が日テレ系で放送するんですよ。読売テレビさんが制作、はいはいはい。で、その演出の人が回ってきて。あ、今回よろしくお願いします。あ、お願いします。なんか、面白いですね。嬉しいっす。なんて話したら、あ、そうですか。僕も、なんか、お仕事できて嬉しいです。つって。あ、いや、こちらこそです。いや、久しぶりのお仕事で。あ、本当ですか。久しぶりつって。はい。つって。え、すいません。あ、以前、何でしたっけね。みたいな。あ、あなたが憎んでる鳥人間コンテストです。って言われて。マジか。キャーいや、なんか、すいませんね、なんて。いや、ちょっとまあな、すいません、そのね、まあ、ねえ、いやいや、でも本当に、スタッフたちも、なんか、ラジオとか拝聴して、鳥人間コンテストの話、またしてくれてるよ、なんて言ってます、つって。なので、全然気にしないでください、つって。え、スタッフさんはその、ラジオの話してるよって言ってる表情はどんな感じなんですか？いや、全然もう、まあ、っていうか、ね、うん。あ、明るい表情ですか？いやー、まあ、さすがに明るい表情ではないですけど、まあでも、本当に真摯に受け止めて、みたいな。そう、確かに、鳥人間コンテストの公式ツイッターが、うん、僕がこのラジオで言った鳥人間コンテストへの思い、はいはいを文字にしたニュースの、まあ言ったら、鳥人間コンテストに対して、こうちょっとぐちぐち言ったことに対するの、公式ツイッターがすごく嫌そうにリツイートしてるの見たことある。うん、そうですか。うん、いや、でも、リツイートだからそんなわかんなくないですか？いや、文字の、なんて言うんだろう、天の置き方が。まあもう本当に愛しすぎての憎しみみたいなとかあるからね。向井ではずっと言ってたけど、パーソル、お前調子乗んなよって。TBS ラジオジャンク、この時間は小学館他各社の提供でお送りします。戦慄かなのです。私の大好きな漫画ヤムキン牛島くんの最新作ができました。まだヤムキン友に出会う前、少年院に収容された牛島くんの日常を描いた群像劇、すっごく感動しました。少年院牛島くん発売中、小学館。山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。7月22日土曜日は地元放送局で4時間生放送の MC を務めたこともあるサガーでお話をさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。ラジコポッドキャスト TBS ラジオ。
曜ジャンク水曜ジャンク水曜ジャンク水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。さあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク、はい、山里亮太の不毛な議論、ちょっと腰が爆発しそうなんで、あれいよいよ体勢を、いよいよですか、いよいよ、なんで待ち望んでる特設ステージの方ってことですか。そうそう、でも本当本当に腰痛いんですよ。腰痛い。大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか。マジで本当にもう怖い。マジでマジで無理しないでください。今山里さんが横の伝えながら横のソファーステージ大丈夫ですか。これ大丈夫。これ大丈夫。待ってください。すみませんね。はい、あ、OK です。あ、これどう聞こえてる。待って。あ、し、はあ、でもなく。あ、聞こえてる。聞こえてる。はい。ああ。え？どうし、え？痛い。大丈夫ですか？大丈夫。あ、これちょうどいいわ。やっぱり一回ね、体調変え、こう、変えたらでかいかもしんない。コーナー行く？やれますか？そっからやれますか？やるしかないですよ。でその、気抜いてると思わないでほしい。あの、うん、ちょっと本当に、ポーズ的には。うん、じゃあ山里さんの。サガットステージみたいになってるから。ちょっとあの、タイトルコールからお願いしていいですか？はい、コーナーの。はい。ちょっと待ってます。はい、どうした ?IKKO さん、こちらどうしちゃったんだろうと感じる IKKO さんの様子を送ってもらうコーナーでございます。なんかこうそのさすごいなんか手抜いてみたいなって大丈夫、ね、初めての感じですね。そうでも腰がね、腰が痛い。これやっぱねちょっと横にならないと昔あの、はい、土曜は何するで、はい、最初の頃、はい、ちょうどあのコロナ禍でね始まったもんで、うんうんうん、土曜は何するって完全リモートで、はい、あの、もう、宇賀さんと、俺が二人で、スタジオいて、はいはい、うん、で、あと他のゲストは、うん、みんななんかこう、楽屋から、あ、リモートで。楽屋にカメラ置いてやった時あった、うんうん。ありましたね、そういうの。その時に、うん、なんかエクササイズかなんかの特集をやる時に、うんうん、鬼やっこさんが、はい、楽屋が畳の部屋で、うん、でボケで、うん、ずっとこの、今俺がやってるようなポーズで、サガットシーステージの後ろの人みたいな感じでやってたら、信じらんないからクレーム来たのよ。あ、そう。そう。失礼じゃないかと。今それになってないのか大丈夫、大丈夫。あの、ちゃんとご説明してやってますから。そっか。さあ、こちら、どうしちゃったんだろうと感じる一個その様子を送ってもらうから、まあ、誰が言ってんだって話ですね。どうしちゃったんだろうと言いました。早速紹介していきましょう。お願いします。うん。あ、つく机とか用意してくれたかいかも。ありますあります。机とかすみません。ごめんなさい、なんか偉そうに。これじゃ大分あの読んだメール送るやつね。あ、枕だ。いててて。大丈夫ですか。あれだ。あ、ね、あ、はい、あ枕も来たら。あ、いいね枕。すみません。いいえお願いします。行きます。東京都ラジオネーム少年から私気づいちゃったんですけど。目玉焼きって目玉みたいじゃないですか。感に向かったな今まで来てて、うん、いいですね。メール来ますね。東京都ラジオネーム裸眼の目玉焼き。あの織姫と彦星って一年に一回七夕にしか会えないって言われてるじゃないですか。確認なんですけど。どっちが捕まってるんでしたっけ。いや、一年に一回、会えない理由は、そういうことじゃないんですよ、一個さん。すごくロマンチックな理由なんでね。雨かなんかで会えないんじゃなかった確か。いいですね。みんなには、そっか、声だからね。ちょっと、横になってる感が出てなきゃいいけど。東京都ラジオネーム、ランニング大好き。カレンダーを見ると、30日の月もあれば、31日の月もありますよね。ややこしいので、やめてもらっていいですか。あ、なんか、どうした大友くん。あ、大友くんがね、今実はね、帰りというか、あれがなかったんですよね。今持ってきてもらいました。こう、すっごい長いイヤホンを今持ってきてるんで。家っぽいですね。家っぽい。だから、いや、だからちょっと、これはこれで問題だね。いやでも腰が第一ですから、ご無理なさらずお願いします。いや、私もう、大友くん来た時びっくりしたもん。なんで、うちに人がいるんだろうと。メガネの知らない人来たと思ってた。次。埼玉県ラジオでもパラダイス楽園。何フェチって聞かれて、足って答える男性いるじゃないですか。
もう雑魚ですよね。まあこれもベタなやつよね、うん。何フェチってもうさ、もうフェチって言葉があまりにも一般化しちゃったから、足ぐらいだとフェチトークとしては軽いって思われるやつでしょ。そうだからどんなとこで興奮するかっていうのなんかもう大喜利だもんね。何フェチって質問っているそんなリスナーの中でも私これって。一回俺大学の学生寮住んでた時ね、北斗寮住んでた時に隣の部屋の一回生の時の隣の部屋の四回生の部屋長さんの机にこう隠し、なんていうんだろう、引き出しみたいなのがあって、その引き出しに、その部屋長さんの、すっごい大事にしてるエロ本があるって、言われて、部屋長さんがなんか、出かけてる時に、みんなで勝手に入って、その隠し部屋のやつ取ってみた時に、そのフェチの、フェチの最終形態みたいなエロ本で、みんなでその日、むっちゃくちゃ無言で食堂行ったの覚えてるんですよね。誰もご飯食べれなかったっていう。思い出しましたね。大丈夫ですかね、さっさ。なんかね。寝ないっすよね。寝そうだよ。横になると。危ないね。なんか、じゃあ今、寝そうってそんな失礼じゃん、じゃなくてなんかこう。今思い出話をさ、はい、語ってたじゃん、はい、学生時代の、はい、寝そうっていうよりも、はい、なんか、うん、俺死ぬのかなと思って急になんか そのさ横になってる状態でなんかでちょっと昔もですけど目閉じたりするじゃん、はい、目閉じて学生時代のこと思い出して喋ってたら、うん、俺死んじゃうって思っちゃったの今。それでなんか、うん、はい、怖くなっちゃった。茨城県ラジオネーム、麻婆豆腐肉なし。宝くじで一等当たりました。本当に夢みたいです。夢かどうか確認するために、あなたのことぶん殴っていいですか？人で試すってよね。時々ね、すごい凶暴にするんだ、みんなが一個そのこと。茨城県ラジオネーム、ハートマト。女性の一人暮らしって何かと心配になりますよね。なので、ベランダの物を干した後に、赤ずきんと生肉をぶら下げとけば、まるでマンウィザミッションと同居してると思わせることができるので、大変おすすめです。ちょっと危ない。笑うと危ないんだよ。笑うと危ない。危ない。ハードボード殺す気か、おい。埼玉県ラジオネーム、テントウムシはほぼ肉食。この間マジシャンの方に、あなたが選んだカードはこちらですねと言われたカードが、選んだカードと全然違ったんですけど、この時これが一回わざと外して次に当てるパターンか普通に間違ったパターンかわからなかったので、とりあえず知りませんって答えました。私こういう時空気読めるんです。あ、絶対ダメだけどね、これは。いやでも本当にマジックの時は、ほんと、なんか、自分のせいで失敗してほしくないってあるじゃないですか、やっぱ。めちゃくちゃなっちゃうから、特に生。うん、だ絶対失敗しないでくると思うもんね。これわかるわ。ほんと、占いとかね、あとは。全然違う時もあったもんね、やっぱ、かつては。うん。でも、全然違う時に、昔わかんなかったから、うん、違いますって言ったら、すごい怒りながら、あなたが気づいてないだけでそうですって言われて、それ言ったらもう何でもありじゃないっていう。うん、だって、全然彼女とかいない時にも、あなた彼女いるでしょって言って、いや、いないですって。なんで隠すんですかみたいな。いや、いないです、本当にって言って。そう。で、すっごい気があるから、もう、うん、じゃあ、いるっていうことにしなきゃいけないのかなと思って。まあ、その近い、好きな人はちょっと今いますかねぐらいの、めちゃくちゃ寄せて、言ったのに、いや、まあ正直、それのことですかねって言ったら、いや違う、絶対付き合ってる人が言って、こいつバカかと思って。どういうつもりな、こっちがせっかく歩み寄ってんのに。そうですよね。そう。いますよね。大変ですよね。どういうつもりなんつって。
こっちが付き合ってるっていうまで引かないつもりなんかみたいな。ちょっと体勢のせいか、ちょっと口悪くなってないですよね。大丈夫ですよね。いや、確かにね、小川さん思ったんですよ。はい。俺、今、天井見ながら喋ってますよ。なんかこう、だから、はい、あの、旅行先の夜みたいな。そうだね。テンションだったら、なんか、風呂入ってさ、いいっすよ、でも。もう、布団引いて上見ながらさ、はい、あいつバカじゃねえよ、つって。そうですね。いいっすよ、でも。とても。うん、これ楽だけどね。うんでもなんかいい、うん、いいなんかすっぽあれ？うん。なに広志なんで謙遜してんの？そういうの悪口じゃないけどね思いは言っちゃうよだからね。なんかねいいっすねこう。そうだからタナちゃんとなんかロケの時とかそういう話するもんねやっぱ。タナちゃん占い師絶対信じないから。大変ですよね芸人さん占い師さんとか。そう。まあもちろん素晴らしい当たる人もいるし。ね、もちろんマジシャンのでもねマジシャンの人のミスは一回もあったことないかな。ああそうっすか。うん、でもこの今、一光さんが言うみたいに、わざと外して次に当てるパターンのやつはね、うん、あるから、その時に変に忖度して失敗するのあれだけど、うん、占いはね、確かに本当に、本当に当たる人以外は、だいぶ感謝してほしいというか。いろいろ。うん。こっちもだいぶ助けてきてるからね。これは案外タナちゃんとの同盟組んでるけど、だいぶ助けてきてる。なるほど。うん。なんか、勝手に、家族にお墓掃除してない人がいるとかっていうこと言われた時も、うん、してるしと思ったけど、帰って言いますわ、みたいなこと言った時に、すごいなんか悪いことしてるなと思った割に、なんかそいつはすごいなんか、全部当たったみたいな。大丈夫ですか？口は悪くはなってないですよ、ね。悪くなってない。思い出だから。まあ、そうですよね。なんか、あなたの家の間取りこうですよね、みたいなこと言われてもさ、うんうん、違うのよ。でも、あ、でもちょっと違いますね、って言った時に。うんそしたらなんか、前の家の間取りとちょっと混ざってません、はい、今頭の中でそれ考えてませんって、それはもう占いじゃなくて、なんか、違う能力じゃん、みたいな、ねね。で、最終的に全然折れないからさ。あ、でも確か、そうだ。悪口にはなってないですもんね。報告ですもんね、うん。この部屋気づかないけど、はい、確かあった気がするってさ、うん。一個 LDK 増やしちゃってんだから、俺、そいつの未来のために。ねまあ、全員見なくなったけどね、もう。あいつら。っていうのをよく、案外、タナちゃんと喋ってたなと思って。まあでも ね、いいですよ。北海道ラジオネーム、ニューヨークニャンチュース。あ、ニャンチュース、この前来てくれた。140来てくれた。ありがたい。会いたかったのにね、なんかもう、ね、そう、ね、俺さ、この、はい、あまず、ネタも、うん。私、初めて歯医者っていう場所に来まして、よく分かってないので、教えてほしいんですけど、うん、私に歯というものはあるんですか？もうあるなら全部取ってください。ニューヨークでアンチョブスですよ、これはもう。ね、そうですね。どうかしてるからね。いや、そのね、うん、なんか、はい、SNS でリスナーの人がね、みんな、はい、今日北海道に住むリスナーが、はい、今日ね、ボスに会えるなっつって、つぶやいてくれてて、うん、で、嬉しいなと思って、うん。で、俺も会いたかったしさ、うん、で、こうライブ終わって、こう楽屋口みたいなの出て、はいはい、で、マネージャーさんとかに、うん、今日リスナー結構来てるから、待ってると思うから、うん、写真とか撮ってきていいって言って。ああ、優しいね。あ、いいですよ、うん、つって、それは、つって、うん。多分、皆さん出口が一つなんで、表のところから出て、ホールの正面入り口の下のところで、もうホール自体がもう閉めちゃってるんで、うん、ホールの正面行ったら、うん、多分待ってらっしゃると思うんで、つってて、うん。で、ちょっと行ってくるわ、つって。うん赤目がかけて、正面行ったら、全員帰ってたから。誰も言わなかった。めちゃくちゃ。ニャンチュース、どうした？アワタヤギもさ。うん、別のとこで待ってたんじゃないですか？いや、別のとこなんかないんだから。本当に？うん。1個しかないから、出入り口。そう。あ、なるほど。マナーがいいんですね。そう、マナーがいいんだよ。ちゃんと。そう。リスナーは。うん、それがだね、それ、うん。あ、ラストだそうですよ。ん？ラストだそうです。ラストね。どうしようかな。ラストはこっちにしようかね。広島県ラジオネーム、9時のクジラ。かかとにトンカツをつけたら、かかとんかつ人間になれますから、もしいろいろ食べそうならやってみてください。どうした？かかとんかつ人間になれますからってなの。ということで以上かな。よいしょ。こっちね。これね、興味なさらないでください、はい、募集だけしてください募集します、はい送ってください
ありがとうございます。はい。メール、すべて小文字で、ふもアットマーク、tbs.co.jp。ちょっと横だから、妻変だと書いた。メール、すべて小文字で、ふもアットマーク、tbs.co.jp。どうした ?IKKO さんの係までお待ちしてます。ハッシュタグ、ふも954でも、感想を、ただ、寝っ転がりながらやるな、とは、傷つきますので、立ち上がれない。もう立ち上がれない。ここでゆとり世代のギュッとしてをお聞きください。ギュッとしてツッとしてキュンとさせて、私を安心させてよ、このままずっと離さないで。どこで何してるの、神奈川県、ラジオネーム深夜にシリアル。ここまでのあらすじ。テレビで世界の車窓からを見ていた山里、放送中に50件の実況ツイートをしました。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。戻ってまいりましたよ、こっちに。横はね、やっぱこの横は横でいいんですけど、腰が楽で、ちょっとなんか変なリスクが生まれ始めたということで。そうですね。楽な体勢でいきましょう。はい。はい。こっちいつも出てきました。はい。さあ本日メールテーマ、去年のドラマで山里が書いたガチの願い事を教えて。本当覚えてないんだよ。何書いたっけな。いきます。静岡県、ラジオネーム、なめこの時は赤味噌。ボス、チンチリチン。ちょっとやめて。ほんと腰。変なとこでね、不意に来るの、腰来んのよ。去年の願い事ですが、現場であいつだけ蚊に刺されますようにじゃなかったですか。そんなこと頼むもったいなくない？思うときあるけど、集中力変えてくんないかなっていうね。広島県ラジオネーム、青。ボス、お大事にありがとう。ボスが去年書いた願い事ですが、とりあえず一日、僕の嫌いな人がみんな消えますように、だった。いやー、書きそうで、でも、そんな謙虚かな？もっと。一日じゃないと思うんだよな。ね、うん。ガチですからね。そう、ガチだから多分。もっとの可能性が。あるよね。東京タレントネーム2、若林よりも伝説になれますように。これ当たってんじゃない？いや、でも、去年はだってもう、いやいや、去年はだってもう、足りない人も解散してるもん。そうだよね。うん。だからまだ。これはないと思う。多分。無理だもん。バカちゃんの伝説なんの、どう思う。神奈川県ラジオネーム、枝豆麺オニオン。僕の、ちょっと腰痛いね、これ。
僕の尿にじで尿の虹ね。僕の尿にじで世界が平和になりますように。枝豆よりあのさ、俺別に尿にじっていうこと今初めて口にしたのよ。正直。そうだね。書くわけないじゃない。うん、もういいことは言ってますけどね。言ってないよ。尿にじでは。東京都ラジオネーム、摂氏48度し。山田さん。確か去年七夕で願ったのは、ノンスタイル井上さんが月にで足の小指をぶつけますようにでした。去年、いや、去年はもう井上のこと好きになってる時期だからな、まあまあ。去年は好きになった。うん。その前はちょっと好きで。その前はね、なんかすごいなんか、東大王の時にね、はい、俺をひな壇に置いてていいんですかみたいな感じで、全身こうやろうとしてる時はね、ちょっとね、ちょっと、うん、小指の足、ぶつけておらないかなと思った時あったけど、今はね、もう、めちゃくちゃ、番組に必要な人になってるから、いや、なんか、どっかでね、井上がシフトチェンジしたと思うんだよな。めちゃくちゃもう、その、まあ、昔やっぱもう爪痕残すっていうのことに関しても、井上はすごかったから、それがね、絶妙な量になってからはやっぱ、結構無双よ、井上。みんな多分 MC がいい、いてくれて嬉しい人になったんじゃないかな。一時はマジで地獄みたいだったけどね。もう中井の窓の頃のノンスタ井上なんて、一番仲良かった、これ。シャシャるな、つって。すぐだね、中井の窓って中井さんがいて、サブ MC っていうの、まあ、すごい取り合いならもう、中井さんの横で MC やりたいの、ね、なんか多いわけで、俺なんかもそれで、ね、見せたいし、自分の力を。そう。その時に、何かのくくりできてる井上が、その、全部質問とかするんだよ。へぇ、その、回すの。全部。そう。あの時はね、ちょっと、かなり、足の指どころか、足首から折れてほしかったな、とか。でもなんか、それの話も、今、わかるわね、今聞いたら。あの位置って、めちゃくちゃね、業界者が見てたから、あそこで回せる人って、他の仕事ですごい繋がってたのよ。っていうのもなんか、サブ MC としてあったから、そう。そこで見せようとするのもね、分かったけど。でもまあ大体そういうことするときの応援を俺見て、井上のコメント、鳥のコメント、どっちがね、多く使われてるか、やっぱ正の字で書いてね。まあ基本的には俺が多かったけどね。なるほど、うん。それはね、井上に言ったけど。笑ってたわ、あいつ。広島県、ラジオネーム、くじのくじら。ボスこんばんは。安心してください。僕はちゃんと去年も聞いていたので覚えています。去年のボスの七夕の願いは、巨乳の谷間でろ過された水をグビグビ飲めますようにってことですか？叶いそうですか？これ頼むかね？頼むかねっていうことは？いや、ちょっと、いや、これ自分で書くかな？こんな大喜利テイストで面白いのも書けてたかな？でも巨乳の谷間でろ過する水をそんなに飲みたいタイプじゃないんだよな、俺。違うと。ちょっと味の好みが違う。味の好みがちょっと、くじのくじらとちょっと違うんだよな。俺は多分。俺は基本的には、はい、そういうなんかこう、うん、まあ、美女を経た水は、はいはい、うん、とろみをつけて食するタイプ。とろみが欲しいのね。うん。だし、2022年は確か俺の中でブームは、うん、そういうこう、はい、出た汗とかを、うん、椎茸の原木にかけるブームだったね。この頃。なるほど。椎茸の原木にかけてソテーして食べるブームの頃だったかな、うん、去年は。違う、うん、ちょっと違う気はするな、どうだろう。さあ、去年の七夕、山下が書いたガチの願い事、皆さん思い出せたら教えてくださいませ。メールアドレス、fumo@tbs.co.jp、fumo@tbs.co.jp までお待ちしてます。さあ、こちらのコーナーいきますか。転生したら丸々だった。さあ、こちら、転生したら丸々になっていた。一体何に転生していたのか、そしてその後どうなったのか、行動や展開を送っていただきたいと思ってます。さあ行きましょう。
兵庫県、ラジオネーム、昼バレーの時計台。転生したら、自転車の鍵だった。持ち主の長野めいちゃんが僕を亡くした。僕はずっとめいちゃんの財布の中にいる。普段は上着のポケットにいるのに、今日はなぜか財布に入れられた。そのことを忘れためいちゃんは、え、ない、鍵がない、どうしよう、と落ち込んでいる。僕はここにいるよ。そう強く念じると思いが届いた。駐車料金を払おうとして、財布を開いためいちゃんが僕を見つけてくれた。目をキラキラ輝かせながら、僕を自転車に差し込むめいちゃん。これからもずっとめいちゃんの上着のポケットに住みたいなって。いいですね。昼前の時計台のこの、うん、こう奥ゆかしさがまたいいですね。チャリキーっていう、でもなんかこの長野めいさんってこのチャリキーに変なキーホルダーつけてくれそうじゃない、それ何のどこのキャラクターだよみたいな、ちょっと可愛いんかそれみたいなつけてくれてそうな。で、第2章はそのキャラクター、わけのわからないキャラクターと鍵の戦いですよね。うん、こうなんとか鍵はこう自転車が漕いでるときにこうスポークにね、そう器用な当てて削ろうとするみたいな、そういう物語をぜひ書きたいですね。うん、神奈川県ラジオでもアゴンヌ、転生したらダンゴムシだった。いじめっ子に蹴られたり木の枝で突かれるのが日課の僕。痛い、もうこんな生活嫌だ。いつからか僕は体を丸め顔を隠して生活するようになった。ある日もまた木の枝で突かれていると、こら、やめなさいという声とともに、僕の体に温かい手のひらが触れたのが分かった。誰だ？チラ見をすると、そこにいたのは吉岡里帆ちゃんだった。里帆ちゃんは僕を持ち帰り、自分の家の庭に放ってくれた。ここには僕たちしかいない。大丈夫。そう自分に言い聞かせ、恐る恐る背筋を伸ばすと、里帆ちゃんの顔がよく見えた。かわいい。こんなに可愛くて優しいリホちゃんを前にして丸まってちゃもったいないな。これからはなるべく上を向いていきよう。そう天とリホちゃんに誓った僕であった。アゴンナ毎回ね、本当こういう素敵なものを書いてくれるんですけど、でもね、転生したらって本当何にでもなっていいっていうのにダンゴムシになるっていう、このでもそれって素敵よね。それ吉岡里帆さんと自分なんてそれぐらいの距離なのよっていう、その表れですから。これはまあ確かダンゴムシこの持ってくれそうかな、吉岡里帆ちゃんって。うん、持ってくれそうか、無邪気に。確かにそれはなんかアゴンヌの中の吉岡里帆ちゃんだね、それはね。埼玉県ラジオネーム、ギジギジ。転生したら女性の尻にあるほくろの毛だった。彼女が海で変な男たちに声をかけられた時、僕は必死に水着の隙間から自分の存在をアピールし、彼女を守った。彼女は僕に、あんたがいたおかげで、あいつら逃げてったよ。ありがとね。と、微笑みかけてくれた。それからというもの、彼女は僕を、ほくすげと呼び、可愛がってくれた。しかし、別れは突然やってきた。彼氏と好意に及ぶ際に、彼氏が僕を削りたいと言い出し、僕を剃りたいと言い出し、カミソリを取りに行った。僕らに残された最後の時間、彼女は不意に、小田和正の確かなことを歌い始めた。目元を見れば涙が溜まっている。泣かないで、ありがとう。もっと一緒にいたかったけど、お別れだよ。忘れないで、どんな時も、きっとそばにいるから。さよなら。まあもう皆さんでぜひ、涙を拭いていただいて、ほくそげがね、ほくすげか、ね、はあ、守り方ね、これはいいですね。なんかね、こういうなんかこういう守り方が出てくるの、それでちょっとこう見たらなえるような毛に自分がなってその子を守りたいっていう、自分が彼女なんかなれるものは彼氏なんかそれ恐れ多いね、パーツにしてもパッと見た彼女はもうどこにも間違ったパーツが一個もない。でも守るにはどうしたらいいんだろうかって言ったら、見えないところやらかっこ悪い毛になって、守るっていう、このギジギジのね、深い。ラジオネーム、秋田県ラジオネーム、お芋のヒーロー。転生したら、イーロン・マスクだった。世界中のツイッターユーザーが、僕に対して不満を爆発させて、
罵詈雑言を浴びせてくる。どうやら僕の人類皆女王様計画は成功したようだ。ああ興奮する。いやもしこれだったらすごいですよ。とんでもない金使ってねえ。確かにツイッターで今なんか、ね、あるんでしょ、なんか、ね、今なんか閲覧制限みたいになるってね、その閲覧制限ね、うん、な API って書いてありますね。そう API 制限、うん、API 制限、うんうん、になったのは俺のせいだってこの前あのちゃんがラジオで言ってたな。なんで、うん、あいつがだが情熱はある時にあの一日に1時間に80回もつぶやきがあって、あいつが API 食ったっつって化け物だみたいな。そうあれもう制限しなきゃいけないと。そう今度殴るって言ってたよ俺のこと。どういうことなのあの子は。かと思ったらね、星野源さんがね来られたよ、ね、そう、ね、そしたらまた全然人間変わったみたいに。そういうとこなんだなと思って悲しかった。師匠はやっぱスーパーね、スーパー大スターには、うん、わーってなるんだと思って。なるかいきなり星野さん源さん来たらなるか。そうでしょう、ね、確かに。愛知県ラジオネーム瞳の中の遣隋使。転生したら放送時間が15秒に短縮されたアニメアンパンマンの世界のバイキンマンだった。この世界ではセリフの簡略化が求められる。はーひふーへほーなんて言ってる時間はない。僕は言うはーぎょー。するとアンパンマンは言う出たらバイキンマン。そして理由もない暴力を繰り出してくるパンチ。僕は吹っ飛びながら言うバイバーイ。毎週ほぼこの内容で放送されているが、それでも人気は衰えない。改めてちびっこはアンパンマンが大好きなのだと認識させられた。あ、削るのはバイキンマンだけなんだね。15秒、うん、よく思いつくね、そうするって。神奈川県ラジオネーム深夜にシリアル。転生したらボディービル大会にで掛け声を上げる人だった。5番腹筋板チョコ、9番肩にスイカ乗っけてんのか、でかいよでかいよ、バックに秋元康ついてんのか、でかいよでかいよ、早くに売れた子役の裏での態度か、切れてる切れてる、情報番組で MC と絡む最近のとにかく明るい安村か、切れてる切れてる、全国放送の番組で爪痕を残すために痛いノリをする地方局のタレントか、その大胸筋エベレストより登頂するの大変そう。おい、背筋を歩いたら迷子になりそうだな。3番太もも大きいよ。もしかして3人同時に駅弁プレイしてる？新しい筋肉のリーダーズの出揃いだ。わかってる。欲しいんでしょ。艶やかなこの筋肉。センスだね。確かに、とにかく明るい安村さんの今情報番組での MC との絡み、全部ホームランですからね。すごいね。さあラスト、ラストこれかな。どっちかな、こっちか。奈良県ラジオネーム南田祐介。転生したら料理の鉄人の加賀武史さんだった。私の記憶が確かならばトマトが今日の料理テーマだ。私の記憶が確かならばキュウリはカロリーが低い果実としてギネス世界記録に認定された。私の記憶が確かならば、的場浩司さんは一人暮らしの時にゴキブリが一匹出ただけですぐに引っ越しをした。私の記憶が確かならば、浅田真央さんは椿鬼奴さんを姉の舞さんと間違えたそうだ。私の記憶が確かならば、磯野キリコさんは芸名を磯野キリに改名したが、あんまり浸透せず元の芸名に戻した。私の記憶が確かならば、ルパン三世の銭形警部の名前は光一だ。私の記憶が確かならば、ゴジラは空を飛べる。それでは調理開始。うん、で何それ、これ全部本当なんだよね。これは痛い。ね、すごいよね。南です。普通これは痛いって言ったね。痛かった。シンプルに解説して自分で実況した。今の制限。これは痛い。これは痛いぞ。来たね。ということで、
転生したら丸々になっていた。ね。メール、ネタ募集します。メールすべて小文字で、ふもうアットマーク tbs.co.jp、fumoe アットマーク tbs.co.jp、転生したら丸々だったら係までお待ちしてます。TBS アナウンサーの日々真央子です。地球温暖化や気候変動を抑えるためには社会全体が協力して脱炭素を実現していかなければなりません。 TBS では2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。さらに水素で動く世界初の中継車、地球を笑顔にする車を導入するなど CO2 排出の削減に取り組んでいきます。また SDGs キャンペーン地球を笑顔にするウィークなどを通じて貧困や教育、ジェンダーといった様々な社会課題について発信するとともに、その解決を若者たちとタッグを組んで目指すコミュニティ、地球を笑顔にするアクションも動き出しています。 SDGs は誰一人取り残さず安心して暮らせる地球にするための目標です。私たちと一緒に小さな一歩から始めてみませんか。詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。ここで愛二宮のテセラセラをお聞きください。将来の夢はなんて定型文だ。打って焼いて食った僕の残像が今さらさ輝いて残りの人生分短く思えたのさ。好きなように壮大なスケールで未来描いていたあいつ You be quiet, stay quiet 動けなかった。今までの自分とはもうさらばだけせらせら空気階段の全国ツアー第6回単独公演無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルテンダンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。北海道、ラジオネーム非常勤パンダ。ここまでのあらすじ。エンゼルスはホームランを打つと兜をかぶるパフォーマンスをすると聞いた山里。自分もブースに兜を置いてトークが決まったと思うタイミングで被っています。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。さ、恥ずかしいけどね、かぶなんかあれ今被ると思われたら恥ずかしいよね。さあ、メールテーマ、去年の七夕、山里が書いたガチの願い事。福岡県ラジオネーム、スイスの鳩時計。有村昆さんの手にデロリアンが戻ってきますように。手ぶらしちゃったんだっけ、アリコンさん ね、 うん、ね、一番そう、もうみんな好きなリスナーね、持ってたか、本当持ってたから ね、 アリコンさん、ね、なんでね、あの時乗らなかったんだろうって。千葉県ラジオで今、ハウススタジオ。ボスの願い事ですが、洋式便所を流す時の流れる水流で目が回りませんよね。でしたよね。違います、だってそんなずっと凝視もしないしさ。もったいないじゃん、年に一度で。大阪府ラジオネーム、フランシスコザビール。
去年ボスが書いたガチのお願いですが、肘にペイペイを仕込みたいでしたよ。結局仕込んだのは膝でしたけど、ないよ。どっちもペイペイで言われたことない肘じゃん。肘も膝も。うん、静岡県ラジオネーム、なめこの時は赤味噌。ボスコンピッピー、コンピッピー。去年の願い事ですが、満足したい、じゃないでしょうか。深い。深いね、なんか。なんかこれ俺刺さるな、この言葉。うん。そうね。いや、いいとこつきます、ね。でもこれはなんか、これがないから頑張れるのあるもんね。満足がないからみたいなね。かっこいいで、負けを知りたいみたいなね。この、バキュが出てくるじゃない。それに通じる、これ。山里さん、書かれてもおかしくないようないい言葉。当たってる顔されね。いい子って、山里さんっぽい。これじゃない、うん、どうでしょうね。次。足立区ラジオネーム。天狗よ。ボス、チェだぜあれ斉藤くんこれは。どうしたでしょうね、急に。これ斉藤くんかい、ね、チェだぜは。なんすかね。ねえ。確か、短冊に書いた願いは、はい、ドリフトで峠を攻めたいだった気がします。去年はイニシャル D にドハマりして、山ちゃんの顔が常に激画タッチだったら覚えてます。いや、チェだぜ、うん、いや、イニシャル D は素晴らしいもんですけど、去年ハマってないんですよ、私ね。うん。ねえ、チェだぜってことすごい。ゾフィー。ゾフィー。今日ね、この番組の始まる前ね、ラジオで、上田くんが ね、彼女との家族ぐるみのお付き合いの話を2分ぐらいやってたね。すっごいキラーコンテンツを。まあ、聞けてない人も多いのか。ね、不毛前に、タイムフリーでよかったら聞いてください。ラジオッツっていうやつで今日のゾフィーのね、あの、我らがね、不毛リスナーの松井咲子ちゃんと付き合ってるんですけど、ね、その話をしてましたよ、なんか。うん、全然斉藤くんチェダーって言わないし。相方がちょっとのろけてんだから、チェダーゼタイムでしょ、あれ。チェダーゼのタイミングの時、全然チェダーって言わないんだよ、斉藤くん。それ見ながら、いつもチェダーゼと思ってる。みんな周りが上手くなってくるの、そういうことだろうね。チェダーゼは。名古屋市ラジオネーム、ウニ丼はおやつ。ボス腰お大事にありがとうございます。ボスは去年短冊に、有能な若手が全員、尊敬する芸人は山里亮太さんですと言いますようにと書いてました。いや、書きそう。書きそう。書いてほしい。書きそうだなこれは。しかもこの時期っていつも ABC の直前だから。あ、なるほど。そういうこと書きそうだな今週か。今週なの ABC お笑いグランプリ、ね、相当盛り上がるよ、今回も。岐阜県ラジオネーム、横綱の旦那。ボス起きてる？起きてる。ボスの去年書いた願い事は、うん、えなりかずきに何かしらの罰を。なんでよ。別にえなりさんに別にこうなんか、怒り感じてません、絶対。うん。罰を与える人がないんだから、うん。神戸市ラジオネーム、てるてる坊主。山里さん、伝説のひな壇2も大阪100人を見に行くよ。これ伝説のひな壇っていう NGK でやる、ね、ぜひ。あの、もう若手何十組を、ね、私あの MC をさせていただいて、ガンガン回させていただくって、まあ、すごい勢いのある若手たちですから、ぜひ見ていただきたい。さて、1年前に山里さんがおっしゃっていたガチの願い事、僕は覚えてます。ギャルのサマーニットの裏地と、Bluetooth で繋がりたい。うん。それ、Bluetooth で繋がったら、どんな反応が起きるの？ね。画面が出てくるの、携帯に。すかね。うん。すげえな、てるてる坊主。ギャルのサマーニットの裏地と Bluetooth で繋がる。センス。はい、じゃちょっと。さあ、一旦ね。ということでですね、去年の七夕、山里が書いたガチの願いを教えてちょうだいということでした。さあ、続いてこちらのコーナー行きましょうか。はい、シークレットベース。君が謝りたいこと。